バグザクッキング香りのいい、昆虫をいっぱい食べたいです。井上さくらです。はい、虫を食べるとやっぱり人間って雑食動物なんだなってのが本当に実感できます。内山翔一です。よろしくお願いします。先生、今日作るのは何でしょうか。はい、やはり桜ケムシの香りを生かした、はい、甘い甘い桜の香りするジャム。おお、いいですね。を作る予定でいます。うん、ジャムにしても香り残るんですか ね。 そうですね。どうでしょうか ね、 楽しみですね。楽しみ、はい、ということで材料は桜ケムシと、桜ケムシ本物ですよね、そのものですよね。これはまだ乾燥じゃなくて冷凍の状態、これ解凍。そうですね、冷凍したやつの解凍ですね。ですね、はい、と糞と、これ糞と、はい、これが砂糖とレモン汁 とこっちがゼラチン。ゼラチン、あ、はい、でそこら辺混ぜて作るということですよね。はいよろしくお願いしますじゃあまずこれを茹でていきましょう。わかりました、はい、今回初茹でですね。そうですね、初茹でですね。うん、どうなるんだろう。あ、もうそのまんまですね。そうですね、これはもうこのまんまバンバン入れていただいて、バンバン入れて、はい、うん、なんていうんだろう、若干蒸し感ありますね。だから若葉の香りですね。ねえ、うん、そんな感じします。はい、これお茶になるんですか。そうです、いや、それほどまでは多分出ないと思います。ふんの場合も本当に葉っぱがこう消化された葉っぱが入ってますのでなります。これはもうお腹の中がある程度空っぽなので、うん、うん、ふんだしはもうしてから冷凍するんですね。ふんだしはしてますので、もったいないふんですからね。なるほど、もうくまなく、はい、そうですね、ふんは全部使いますので、うん、できるだけふんを除いてで冷凍してますので。なるほど、こんなもんでいいんじゃないでしょうかね。いいですかね、結構十分、はい、さっとさっとで、はい、じゃあ揚げちゃいます。桜とは思えないくらいに黒い、黒いですねよし、揚がりました。揚がりました。じゃあこれ細かく刻みますね。はい、茹でていたやつちょっとやってみていただけますか。これを、はい、じゃあ包丁で、包丁でうまくいくかなって。あ、結構いけそうですか。あ、いけそう。あ、いけそうですね。こんなもんでいいですか。あ、いいですね、はい、じゃあそれでいってるけど、はい、わー、結構ちゃんと皮がしっかりしてますね。皮は結構硬いですもんね。うん、切った感触は外側の皮だけがプチッと硬くて中はふわっとしてます。なんか身も結構締まってね、ちゃんと茹だってますもんね。ねえ、相当ちゃんと締まってます、うん、やっぱ茹でるのって重要ですね。そう考えると、はい、茹でないとこれ中身が柔らかなので、うん、飛び出しちゃいますけどね。包丁で虫を切るって、ま、初めてかもしれないです、私。虫切り包丁ってやつです。虫切り包丁、そのまんまですね何のひねりもない売ってんですか、そんなの。いや、今のとこまだですね虫に適している包丁っていうのはあるんですか。そうですね、やっぱ皮がね、あって、はい、皮が硬くて中が柔らかなので、はい、やっぱ結構ある程度切れ味が良くないとなかなかうまく切れないんですけども。あ、なるほど。この包丁意外といいですよね。いいですね、よく切れてますよね。なんかナッツみたい、こうなると、ね、なんかあれみたいですね、レーズン。あ細かい、でも毛がピョピョ生えてますね。確かに毛が生えたレーズン。毛が生えたレーズン、はい、どうでしょうか。こんな感じで、はい、まずフン茶を、フンの香りをする、フン茶、さっきも言いましたけど、フン茶を入れてますので、これで沸かしてお茶を出します。なるほど、ダブルで桜の香りですね、うん、そうですね、本体と、フンと本体と言うべきかなんて言ったらいいんでしょうね、これね、どんどん出てきましたね。お、だいぶ色が、だいぶこんなもんですかね。綺麗、はい、まあ、とりあえずこれで、これでいいですか。これでちょっと、はい、ましょう。次のプロセスですね。プロセスへ、はい、はい、じゃあお砂糖と、砂糖とレモン汁ですかね。すごい、ジャムだからお砂糖はたっぷり、うん、そうですね、はい、とレモン汁で、はい、わー、うん、でちょっとまた加熱していきましょう、はい、あー、なんかちょっと桜なんですけど、はい、
違う、あのちょっと花っぽくなってきました。なんか蜂蜜っぽい感じ、なんかなんて言うんですかねこれ、蜂蜜、あの蜂蜜というかちょっとそんな感じしませんか。砂糖入ったせいかね、砂糖とレモンのせいかなんか菜の花じゃないけど、なんかそんな感じしませんか。あ、さっきと違いますよ ね桜なんだけれども、桜と虫の匂いプラスほんのりその酢と砂糖の菜の花畑を通ったような感じの匂いになります。春の匂いですね。春だこれは。幸せの匂い。幸せ、ああ幸せいい香り。わかりますか、なんか菜の花っぽいの全体にこう、ね、部屋全体にこう、ね、充満してる感じしますよね。いやこれ桜ケムシは幸せな幸せな春を呼んでますよね。魅力的ですね本当に。あいい香り。それにしても私たちじっとしてらんなくて、はい、どっちかがこうやってやってどっちかがこうやって鍋を揺すってやっぱり煮詰めるとかそういう工程が苦手ですね。そうですね、やっぱり我々ちょっと気が短いですね。もう言われなかったら早く食べたいという。もうそうなんですよ、早く食べたすぎて。そうですよね、こういう工程確かに苦手ですよね。ね、この工程もなんか楽しまないね、本当はそうなんですよね、まあ、なかなかそこまでの境地に至らないというね。本当はそう生きてる虫とかを茹でる工程とかだったら私たちもこうやってわーって見てられるんですけど、そうですね、それ感が全然ないですね、何の動きもないからな時々なんかポコッとなんか入れたくなっちゃいますよね。わかります、何に虫ないからとか、ここら辺ちょっと入れたくなりますもんね。我々もこういうプロセスが必要だってことをねちゃんと認識しなきゃ。そうですよ、じっとしているってことも大切なんでしょう。そうしないと一人前の料理人になれないですよねこの手が動いてますまたあ、ようやく先生入れられます、これ。これ、あ、これ入れていいですか。じゃあどうぞ。はい、わーい。おー、桜ケムシの身部分が切ったところが輪切り、じゃあ水も入れますね。はい、はい、わー、これだとまだジャムには見えないですね、サラサラ。そうですね、うん、こうなると本当に昆虫とは思えないですね。思えないですね。ちょっと甘みと酸味のバランスをちょっとだけ味見してみてもらっていいですか。はい、じゃあどうぞ。やったー、よいしょ、ようやく。ようやく全部吸わないでね、うん、ちょっとここで冷まして。酸味があってちょうどいい感じ、うん、甘すぎなくてちょうどいいです。じゃあこれでまたしばらく待つ。はい、待つ苦しみ、まず苦しみそう、もしここで砂糖が少なかったとしても私たちはこのまた砂糖を入れて煮詰める食べるのが遅くなるって思うとまあ、まあ、そういうことを考えればこれでいいですよね、うん、これでいいですうわぁ、どうすか、ね、あ、でも良さそうですね。よかったね、良さそうですって。はい、止めます。はい、で、ゼラチンをいいですか、入れて。どうぞ。いきます。おぉ、トロトロのゼラチンを入れて、わーい、固まれ固まれ。冷えると固まるんですかね、ゼラチン。冷えると固まるんですよね。これ冷やすの結構時間かかるんじゃないですか。ああ、かかるかもしれないです。これ、なんだろう。この後、氷水で冷やせて冷やします。はい。とりあえず、それで。はい。待つ料理が多いですね、なんか。ねえ、なんか。やっぱ焼いて10分焼くとか、きっと厳しいですね。ちょっと厳しいですね。うん、あの我々だけでやったらおそらく今まだ多分全てなくなってるわかります、もう切ってる段階で多分おそらくなくなってますよ ね、 すね。ここにパンをつけてこうやって食べちゃうから、永遠に未完成という、ね、未完成の完成、未完成の完成、何を言ってるんでしょうこれ氷水ですもんね、はい、ここに入れてちょっと冷やして固めましょう。このまんま入れちゃっていいんですね、はい、で固め
冷やしながら。ゼラチンなんで。やってましょうかね。ありがとうございます。はい、うん、どうですか。一向にまだ一向にですね。冷やし始めてまだ30秒ぐらいですね。それは固まるわけがないですね。そんなもんですか。つけてすぐ先生がどうですかっていうもんで、ね、お菓子作り向いてないです。向いてないですって。全く向いてないですね。お菓子作りもうあの本当にあのなんか焼きとか天ぷらとか、ね、揚げとかね、揚げ物が向いてかもしれない。揚げ物いいですよね、やっぱ。そうそう、揚げ物揚げながら食べられるから。そうですね、うん、我々揚げ物専門ですね。揚げ専門、揚げ専ですね。もっとひねってください。すみません、もうそれしか出てこないです。若干とろみがついたような気がしますね、うん、気がするだけかもね。そういうふうに、そういうふうにあってほしいという ね、 ね、気のせいかもしれない。切なる願いがやっぱりこう二人の心を乱してるんですよ、きっと。あ、見てください。あ、だいぶ固まりました。どんどんゼリー状にっぽくなってきましたね。うん、あ、よかった。固まってる。そうです、 すごい、冷えたら一気に。いった嬉しい。いい感じですね、うん、いい感じ、ジャムになってきました。いやー、いきなり固まりだしたらもうすぐだ。うわー、楽しい、これ科学実験みたい。そうです。おー、やっと、もうやっとなんか声に張りが出てきましたね。そうそう、私たちはあの試食から始めた方が元気が出るかもしれない。最近完成品を食べてから料理スタート。できてきた、ほら、ね、とろみが、とろとろつきましたね。とろとろが、ほら、味見してみてどうですか。味見してみますか。どうぞ。大丈夫かな。いただきます。うん、あ、うん。完全に冷えてて、うん。いけますか。ジャムですね。とろっと。ジャムですか。はい。じゃあ私もちょっと、さっきからもう我慢してた。我慢したんですね。うん、私の感想とかどうでも良さそうですもんね。そんなことない。あ、いい。あ、ジャムだ。ジャムジャムだ、ジャム。確かに。あの桜ケムシの風味のするジャムです。もうそれしか言えない。状況に今至ってるんだよ。でもこれクラッカーないと分かんないな、やっぱり。分かんないですよね、これだけじゃ。でも味的にはちょうどいいんじゃないですか。味はもうちょうどいいです、ね、すごくちゃんととろみがあって、ちゃんとジャムになってます ね、 ね、うん、美味しい。このくらいでもういいんじゃないですか。もういいんじゃないですか ね、 ね、どうでしょうかね。もういいですよね、これ、うん、いいですね。やった。とりあえずこれで完成ですね。わーい、完成です。はい、待ちに待った完成ですね。待ちに待ちました。いや、先生やっと完成しましたね。ようやく待ちに待った試食の時間がやってきましたね、はい、我々にとっては非常に忍耐の時間でした。では早速いただきましょうか。先にどうぞどうぞ。 ありがとうございます、はい、じゃあクラッカーに乗せて、乗っけていただきましょう。おー、プルプル、本当プルプルですね。いや、大盛りですね。大盛りでいただきますね、はい、わあ、美味しそう。いただきます。はい、この匂いがしますか。うん、いただきます。いけますか。うん、いけますか。やっぱここ乗っけるとね、桜ジャム。桜ちゃんのジャム。あ、美味しい。あ、クラッカーの塩味がまた、あ、いいかもしれないですね、うん、確かに。ちょうどいいですね、はい、さっぱりしたジャムです。やっぱクラッカーの塩味って本当、確かに甘い砂糖と桜キムチの桜の香り、うん、その3つがね、うまくこう調和してますよね。合いますね、うん、これは、うん、へー、美味しい。あの、あんまり甘みない、すごく甘いわけじゃないんですよね。そうそう、抑えてますからね。けど桜の匂いがすごく濃いので、うん、風味がいいので、それだけでもすごい美味しいです。何これって感じですね。ねえ、何これって感じです。新しい味ですよね。美味しい、新しい、うん、ニューテイストって言うんですかね。ニューテイスト。この輪切りもいいです、このアクセントになって。これ一見言わなきゃなんだかわかんないね。ね、レーズンでも入ってるのかなって思いますよね、これ。わかんないよ、本当わかんないですよね。
うん、美味しい、うん、うんうんうん、いけますね、これね、あの、忍耐した甲斐がありましたね。 ありました、ま、ちゃんとこれヨーグルトとかに乗っけたりとか、うんうんうん、アイスに乗っけたりとかしても、うん、アイスクリーム、そうですね、ソフトクリームにポコッと乗せるとか、ヨーグルトはいいかもね。うん、風味がすごい多いので、いろんな応用範囲がね、できますもんね。本当冷凍しておけばずっと持ちますのでね。ね、かわいい、うん、だからこんなケースに入れとくと、すごく器に入れとく、瓶か入れとくとすごく、うん、いろんな季節に春を楽しめますもんね。確かに春が詰まった一品となりました、うん、はい、美味しかったです。大成功。チャンネル登録待ってます。